カクレウオカは、アシロ目に所属する魚類の分類群の一つ。に赤で構成され、カクレウオにクレウオウなど小型の訂生魚を中心に、7属31種が記載される。ナマコやニワイガイなど、他の訂生生物の体内にカクレスム習性を持つ種が多いことで知られている。カクレウオカの魚類はすべて海水魚で、インド用、太平洋、大西洋の熱帯。 亜熱帯域に広く分布する。サンゴ礁など沿岸の浅い海から水深2000メートルに至る深海まで生息域は幅広い。主に海底付近で生活する低生魚のグループであり、日本近海からは少なくとも6族12種が知られている。本家魚類はナマコなど他の低生生物の体内に隠れ住むという際立った習性を持つことで知られている。 肛門などの開口部から宿主に侵入した隠れ家の仲間は昼間は体内に潜み夜間に外に出て小型甲殻類を捕食する。宿主の内臓を食い荒らすような寄生性が一部の種類に指摘されているが明瞭な証拠は得られておらず一般に語り強制とみなされることが多い。隠れ家族、白隠れを族、真珠隠れ家族の仲間がこの習性を持つ一方 鬼隠れを赤及びクマの隠れ魚族、そこ隠れ魚族は、強制をせず、生涯自由生活を送る。ナマコの他に、人で、2枚貝、ホウヤなども、宿死となり、一匹のナマコの中に15匹の隠れ魚が、共生していた例が知られている。本家魚類の英名、パールフィッシュは、隠れ魚類の一種がカキの殻の中に埋まった状態で、発見されたことに由来する。 二つの段階に明瞭に分かれた死魚器を送ることも本科魚類の特徴である。第一期の死魚は長い背びれヒレ状をたなびかせながら中層を漂い、浮遊生活を送る。死魚は第二期になると定生生活に移行し、長い背びれヒレ状は脱落し体調の短縮が生じる。この時期に宿主との共生生活に入るものと見られている。 カクレウオカの魚類は細長くやや円筒形の体型を持ち、最大種では全長40センチメートルほどに成長する。死魚は背びれの第一ヒレ状が極端に細長く伸びる。鱗を持たず、エラの開口部は大きい。顎、キき骨、後蓋骨に葉を持つ。背びれと尻びれの規定は長く、尻びれの丈は背びれよりも高い。 制魚の肛門と尻びれの基部は著しく前方に偏り、頭部のすぐ後ろ、通常は胸びれの真下に位置する。災害骨の棘及び全手上顎骨を欠く。災害骨は6から7本、椎骨は85から145個。隠れウオカには、ネルソンの体型においてに赤7属31種が認められている。本校では、 フィッシュブイスに記載される8族35種についてリストする。オニカクレウオアカ、ピラマドンティニーには2族5種が含まれる。温暖な海に幅広く生息し、北は日本、メキシコ湾から南はニュージーランドチリに至る分布域を持つ。胸びれはほぼ頭部の長さと等しく24から30本のヒレ状からなる。上顎を前に突き出すことができる。 尻びれの短ひ骨は特徴的な構造を持ち、胸部にあばら骨を備える。オニカクレウオ族の一種。本族の仲間は他生物との共生は行わず、自由生活をする。本種は大陸方から大陸斜面にかけてのやや深みに生息するスナイダーディア族の一種。東部太平洋を除く熱帯域の深海に幅広く分布し、 日本近海でも今後確認される可能性がある、テナガカクレオインキリアファイズメー。主に生古類と共生する。以内からは、甲殻類や小魚が見出され、縮小を攻撃することはないと考えられている、熊のカクレオ族の一種の飼魚。長く伸びた背びれ第一ヒレ状が、本科魚類の特徴で、定性生活への移行とともに脱落する、白カクレオ族の一種。 東部太平洋に分布する稀な種類で、主に二枚貝を宿主とするカクレウオアカ、キャロピニーはご属26種で構成され、主に熱帯の海に生息する。胸びれは頭部よりも短く、ヒレ状は23本以下。腹気とその支持骨をかき、一部の種類は胸びれも持たない。上顎を突き出すことはできず、胸部のあばら骨をかく。ありがとうございます。